我が名はアルマ。今、悪しき者がこの選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。共に誓い、ここに転生の儀式を完成させるのだ。さあ、誓いの言葉に己の意志で応えるがいい。アルマの名においてあなたは何になる？その言葉聞き届けた。仲間が襲われる時あなたはどうする？賢い選択をしたようだ。では、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？承知した。次が最後の誓いとなる。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そして誓い、魂へと刻まれた。このような姿で生まれるが、構わぬか？仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。魔術の力、見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。自然の恵みを全ての命に。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。支援なら私に任せて。どうしたの、イーシャ？お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは？
エレシア人よ。死んでいるの？まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで。深い眠りの中、箱はもうすぐ暴走するかもしれない。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。行け。おりゃあ。だがもう何もかも手遅れだ。神の力を超え、箱の力は人間が、箱が暴走すれば、さあ凡人よ、行け。ひざまずけ。それそれ、えい、ひざまずけ。えい、震え上がれ。当たって、それ、ひざまずけ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、あなたは、よかった。目が覚めたんですね。夢の中で苦しんでいたようですけど、大丈夫？俺は、レダ族の王者を務める。怪我は大丈夫そうですね。感知したら、早速。すみません。私、疲れていますよね。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら怪我は完治したみたい。そうだ。
気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラムだ。風よ行け。てやカードを獲得しました。早速見に行きましょう。ソウルカードはここから確認できます。新しく獲得したソウルカードをタップしてください。ソウルカードを装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの。アルマ様、どうか我ら一族を最悪から。ごめんなさい、アドルさん。これから。オルハはゼーメの心境に。オルハのあの様子、レダ族にとって何か危険なことが起ころうとしているのかもしれない。森には魔獣の群れもいるわ。彼女ひ魔獣もそうだが、それ切り開け。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。おりゃー、切り開け。私が治療します。竜巻が来るよ。おりゃー、大丈夫か？
だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのはよせ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。いつかき、そうだ、大事なことを。それなら。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。大丈夫、アドルはエレシア核。アドルさん、そんなにも。あなたはオルハ。レダ族。その母と父は、確かあの日、意識が朦朧としている中でオルハの笛の音色が聞こえたような。ここをタップして会話を、ここをタップして会話をしましょう。父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。見て。いいのね。こんな素敵なもの本当にいただいていい。私落ち込んで、はい、少しこの笛。ごめんなさいね、今日は食べ物を持っていないの。マク、平気。毛を少しだけちょうだい。安心して、
痛みはないから。これで魔女この術の効果はしばらくの間しか持ちません。このピッカードたち動きが妙だな。無害なピッカードに気を割く必要はないか。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が切れたのか。新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。ソウルカードはここから確認できます。シルバー級以上の敵だな。注意しよう。切り開け。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。竜巻が来るよ。それテイヤー当たって。えい風よ竜巻が来るよ。当たって。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成しました。称号ランクまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった。心境が示す場所は。待て。すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか。遥か昔、アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか、
エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し